はい、どうも皆さんこんにちは、凡人です。今回はですね、今年のセレッソ大阪戦術について少し触れていきたいなというふうに思っております。今年セレッソ大阪はですね、2年連続のルヴァンカップ決勝への進出を決めまして、着実にチームとしてのね、戦術、小木監督の戦術っていうところが、浸透した1年だったかなというふうに思います。まあ惜しくもですね、ルヴァンカップのタイトルは逃してしまいましたし、 ACL 出場権というところも獲得できず、終わってしまったんですが、このチームはですね、本当に J リーグの中でも一番シンプルでいて、なおかつ強いというところを示したチームだったんじゃないでしょうか。個人的にね、最も成功したチーム、優勝したマリノスですけど、そこはもう超攻撃特化型のスタイルを貫いた1年だったというふうに思うんですが、攻守のバランスっていうところを見た場合にはですね、やっぱりセレッソが一番だったかなというような印象を受けていました。基本的にセレッソっていうのは今この出てるようなね、この 4-4-2 もしくはトップ下をね入れた 4-2-3-1 というようなフォーメーションでしたけれども、非常に若手もね多く使った1年で、特にセンターフォワードには山田、それから今年ね個人的にはブレイクしたと言ってもいいと思いますが、加藤睦月選手ですね、2年連続しっかり安定した結果をね残せた選手の一人だと思うんですが、そういったフォワード陣のねやっぱ攻撃力に加えて、ワイドにはマイクマであったり中原であったり、ここはもうパトリックですね、彼が務めました。そしてやっぱり結局ね、いいチーム、個人的にいいチームのね一番のやっぱりポイントっていうのはボランチですね。ボランチに限らずアンカーと言われるね、ポジション。この中盤のね、底と言われるところですが、ここのポジションの選手が非常に安定していた。やはりセレッソには奥野というね、本当によく走れて周りを見える素晴らしい選手がいて、やっぱ彼のおかげでですね、チームが本当に助かった部分は多いと思うんです。彼がね、なんとか最終ラインまで戻って防ぐシーンもあれば、2トップのね、ところもしくは1トップの脇まで出てきて、ラストチャンスのねチャンスメイクをしっかりやりきることもねしていたというところで、彼がいるいないでは本当大きくね、このチームの状況が変わっていたのかなというようなところをつくづく、感じてます。先ほども言ったセレッソのオーソドックスな攻撃っていうことなんですけれども、基本的にセレッソってそんな大きくポジションチェンジをねするチームっていう印象はなくてですね、プレスをかけるときはシャドウの選手、トップ下の選手も前に出て 4-4-2、そしてワイドもねしっかりと詰める、でボランチも詰める、でサイドバックもほんのちょっと中に寄りながら、パスコースを伺いながら、あとはここのワンツーをね、狙うというようなところで、本当に何でしょうかね、チームによっては非常に大きくポジションチェンジをするところはチームね、あったりするんですよね。一番わかりやすいのはね、サガントスですかね。サガントス最初3バックで攻めるとき後ろ4バック気味にしながら前のね、前線へのメンバーを増やして、得点をもぎ取るスタイルだというふうに思いますし、一番個人的に分かりやすいなと思ってるのは、海外サッカー見てる方ならお分かりになるかと思うんですが、イングランドプレミアリーグのアーセナルなんかは最初4バック4人、同じ 4-2-3-1 で攻撃時は 3-4-2-1 みたいな形で、3-4-2-1 といってもウィングバックも完全に上がっちゃうんで5トップ気味のポジションを取ることがね、ほとんどなんですが、そういったチームと違って基本的にほぼほぼ形を変えずに、なるべくしかもコンパクトに、もうこの端から端までの距離っていうのが非常に、コンパクトにね仕上がっている。こうすることによって守備も安定するし、攻撃時ももう明確に君はここ君はここ君はここっても決まってるわけなんで、他の選手がとこう入れ替わり立ち替わりになっても自分たちにやることが一切変わってないわけですから、やっぱりブレずに戦い続けることができる。90分間の安定感っていうところを含めた時にやっぱりこのチームのね強さっていうのは非常に際立ってたかなとこういう風に思います。ただやっぱり後半戦ちょっと疲れがね、見えてきたせいなのか、得点力不足、やっぱり特にワイドの選手とかがねうまくこういきなかった試合なんかはなかなか点がもぎ取れずにね引き分けに持ち越されてしまったりとか、あとはねやっぱり不意な失点を突かれるとかいうところで勝ち点をちょっと落としてしまってた部分は
あったんですが、まあ、ただトータル的に見るとこのチームね、来シーズン補強とかね、どう考えているのか全然僕は分からないんですけれど、まあ、非常に優勝争いっていうところに含めても、 ACL 兼出場争いっていうところに含めてもね、あとはまあカップ戦、争いっていうところを含めても本当に魅力あるチームになってくれるんじゃないかなというふうに思います。まあ、ようやく小菊監督がね、緻密に作り上げてきた硬くて、まあ、シンプルなチームっていうんですか、そういったところがね、本当ようやく完成形になるのが来シーズンだと思ってるので、まあ、そんなチームをね、個人的には非常に楽しみにしてますし、やっぱり他のクラブでもサッカーをね、最先端のあの可変システムみたいなね、とかマリノスのやった超攻撃サッカーっていうところを目指すんじゃなくて、あくまでもこのサッカーの本当基本中の基本、ポジション、自分のポジションをしっかり守る、1対1に負けない、シュートしっかり打ち切って最後、終わろう、そういったところを徹底してやっていく、このセレッソのようなチームスタイルっていうのが、そのチームをね、より良いものに変えていってくれるのではないかなというふうに個人的にも思ってます。あくまでもサッカーっていうのは11対11のチームスポーツなので、まあ、誰か際立った選手がいて、まあ、その選手を生かすためにチームのこの配置なり何なりを全て変えてしまうっていうのも一つの手なんですけれども、チームスポーツとして、この11人全員がね、自分の持ち味を最大限発揮できるこのシンプルなチームっていうのを個人的に、今後も追いかけて、いきたいなというふうに思っております。ということで、今日はですね、2022シーズンのセレッソ大阪のチーム戦術について軽く触れさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。